はい、えー。今回はですね、PhotoscapeX、えー、僕が使っているフリーソフト、えー、PhotoscapeX ですね。こちらを使ってカスタムサムネイルをどうやって作るのかについて、えー、レクチャーしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、いただいた質問がですね、学、ま、部さんのこんな感じでね、えー、こんな感じのカスタムサムネイルを作って、作ってみたいと。 いうご質問がありましたので、そこに対してのアンサーしていきます。で、マナブさんがこんな感じでね、と、あのー、画像なので、僕もあるやつで、多分、それっぽいですよね。なんでここ、ここ、ここから抜いていきます。で、まずスクショですね。スクショしていきます、ここから。まあ、Mac の場合はね、えー、デフォルトでこういうスクショが取れる、なんだ、機能があるんで、まあ、これ抜きますね、まず。で、あとは、この背景がね、 あのついてるので、今スクショしたのがこれですね。はい。スクショしたのが、えいしょ。こちらです。で、背景があるので、この背景を撮りたいので、背景取ります。で、背景の撮るこのサイトですね。このサイトは、この YouTube の概要欄にリンク入れときますので、便利なんで使,使ってみてください。 で、このガスタサムネスクショをね、ここにドロップして、そうするとこのサイトでね、こう自動でね、このなんだ、抜いてくれます。この背景みたいな。まぁ、あ、ちょっとね、ここちょっとあるかな。まあまあまぁ、あ、ちょっとすみません。ここは気にしないで、ここちょっと少しありますけど、結構まあ綺麗に抜いてくれますよね、これ。で、ダウンロードですね。はい。はい。ダウンロードします。でダウンロードしたやつが、あーこ,んなこ,こんな感じで、 えー、出てきます、ねはいまあ無料版のこれ有料版もあるみたいっぽいですけどフリーのやつだとちょっと画像が小さくなりますはいでえっ、ー、とフォトスケーペックス立ち上げてここで新規でで背景がねこれが白なのでこれ白じゃないですか白をベースにしてるので真っ白で。 で、さ、えー、カスタムサムネイルは1280-720です。幅が1280、えー、高さ720、百2十七7 2 0これで作ります。まあ、YouTube さんがね、それでやってくださいみたいな、えー、言ってますんで。えー、で、えー、っと、あ、そこ、こうですね、えー。で、ここのイメージ挿入ですね。挿入で、えー、そこ、えー、ダウンロード。 なんかを持っていきます。で、ちょっと。こんな感じですかね。もうちょっと。まあちょっとが画像悪くなりますけど。はい、よしっと。元のが、こんな感じですね。で、えっ、ー、と、ここの背景が、えー、ここが青なんで、 青ですよね青を重ねていきます青どれだ どの色だろうちょっと水色っぽいですねちょっと違うかなもうちょっとなんかその色がないな ま、あそれっぽくするので、ちょっと、少しの色のあれはご了承ください。うーん。もうちょっと青だな。ま、あすみません。この、これでいいですかね。はい。で、ピーってやります。 で,で、ここのレイヤーっていうのがあるので、レイヤーですね。で、ここをやると、こうなります、はい。なんで、もうちょっとでかいですよね。こんな感じかな。 こんな感じですかね。でテキスト入れます。テキストが白ですよね。で多分まあ全く一緒にはできないかもしれないですけど、うん多分いつも使ってる感じなんすだから。うんー。 ここあたりですかねちょっとこうしちゃってもいいですかねここら辺で完全でしょロードマップ。 ロードマップちょっと重なっちゃいますけどご了承ください。 副業副業の始め方ですよね。で、黒にちょっとフォントこのままでいきます。副業。副業の始め方。まあ、ちょっとここの「の」と「始め」、「のがちっちゃいですよね。なんで こんな感じで初め よいしょあ,あここかぶってんのかでここ黄色のライン入ってるんで黄色のラインですね黄色のラインこっちで作っちゃうかラインラインーとか で、ここ厚さで調整できるんで。まあ、これもレイヤーのここの部分で重なってる部分を、このピコーってやれば、こうなりますから。これ、もうちょっと黄色が濃いっすかね。うん。この辺りで。まあ、この色がないですけど。 うん。もうちょっとなんかオレンジかかってるような感じですよね。ねえな。 でなんかここでなんかこんな感じになってるんでこれはかぶせて三角とかあんのかなこれうんなるほど ここでなんかこんな感じで切りたいですよね切りたいですけどもどう切るか OK これで白ですいませんねもっと違うやり方あるかもしれないですけど だだままし騙しですけどねこれでこんな感じになったんじゃないですかうんでもうちょっとこれがでちょっとここのさっきのこのこれ白ちょっと分かりづらいんで黒にしちゃいますねで後から白にしますでこっちもこうして うん、でこれを B ここら辺かなでこれ今この黒になってますからこれ白に変えます、まあ、そうするとちょっと消えますよねそれっぽくなりましたね多分こんな感じでうんはいであとは初心者向けですよね 超,超初心者向け超初心者向け であとはなんかこれなんか若葉マークありますよね若葉マークあるのでそれは持ってきましょう素材をよいしょよいしょえー、っと若葉マークがありますので、えー、初心者マーク 詳細初心者マークまあこれですかねこれをダウンロードで、えー、ダウンロードしたやつをもうこれ入るかなあ入りましたね よいしょまあこんな感じでいいんじゃないかな。はい。ということで、まあこのね、えー、カスタムサムネイルに対して、まあそれっぽいですね。まあちょっとね、あのー、引き伸ばしたんで、あの、粗いっすけどね、ちょっと引き伸ばしたんで。うん。まあそれっぽくないですか。 まあちょっとマなムさんのやつがこっちまで来てるんで、こうするとちょっとあれなんでね。はい、よいしょ。はい。どうでしょうか。じゃあ一回これ出力しますね。で、えっ、ー、と、一応これはみ出してるので、えー、なんだ、はみ出して、あの、写真が外に出たすべて保存される写真サイズを拡大して保存しましょうか。いいえですね。いいえでちょっと。 切り取り取ますで作ったのが今こんな感じですかねよいしょ出てこいはいこんな感じですちょっとしまいますじゃ比較してみましょうか比較よいしょよいしょ まあこんな感じで、それっぽくできたんじゃないかなというところでございますね。はい。ちょっと色、色違いますけどね。はい。ということで、えー、なんだろうな。うーん、この画像を、まあそのレイヤーを被せるって感じですよね。レイヤーを被せていくっていうことと気をつけるのはレイヤーと、あとは、まあさっきのサイト、 おこの概要欄に入れておきますので、この切り抜く、人物をこう切り抜くのって結構、あの、うん、めんどくさいんですよ。あの、やろうと思うと。まあ、その編集ソフトで、な、うん、なんだ、まあな、えっ、ー、と、なんだっけな。アドビの、アドビのなんだっけな。アドビのアドビの画像編集ソフト。<laughs> 僕あんま全然使ってないんで <laughs>。 <laughs> なんだっけアドビの、アドビのなんでしたっけアドビ、アドビ、アドビの写真、編集。なん、出てこないな。あ、アドビのこれですね。これなんだっけこれじゃねえか。フォトショーだ。フォトショーが出てこなかった。 フォトショーめっちゃ使える人は全然、なんかそれで使えると思うんですけど、僕、フォトショー、あのー、なんだ。フォトショップ、その、全然使えないし、使ったことないですよ。うん。まあ、フォト、まあ、フォトショー使える人は結構上級者だと思いますんで、まあ、フォトショーの機能に、その、人物を切り抜くみたいな、多分あるはずです。だけど、今のサイトにドロップするだけで、あのー、なんだ。さっきのサイトにドロップするだけで、 ここっすね。めちゃめちゃ便利なんで、もう結構クオリティ高いと思います。これはね、ほんと細かくね、髪の毛とか超めんどくさいんですよ。やろうと思うと。ここの髪の毛のラインをちょっとめんどくさいんですよね。これは結構ほんとクオリティ高いと思いますんで、うん、ドロップするだけでか、うん、簡単に切り抜いてくれるんで、これは非常に便利だと思います。で、あとは、あの、フォトスケープのこのレイヤーっていうところですよね。うーん。 このレイヤーっていうのがあってこのレイヤーをしっかりとこう背後にこうしたりとかまあここのやつもまあただかぶせただけなんですけどこうなんかこうできるじゃないですか,だからそれも白をこうかぶせるみたいにするとこういうのも作れるしこれこれ1本と1本かぶせてるしだからここのレイヤーをしっかりと使,使えるようになってやればまあ簡単にできますねはい ということで、今回はいただいた質問ですね、えーこ。この、こんな感じのカスタムサムネイルどうやったら作れますかっていうことで、えー、いただいたので、同じような感じで作ってみました。まあ、ちょっとね、本当に色、色がちょっと違いますけど、まあそれっぽくなってるんじゃないかなと思います。はい。一緒な感じで。はい。ということで、えー、なんだ、フォトスケープ使い方わかんないっていう方は、まあ、今のサイトを絡めて使って、あとレイヤーもしっかりこう、 機能を覚えてやると、こう、作れるようになりますので、ぜひトライしてみてください。では、終わりたいと思います。ありがとうございます。